さん、待ってたよ。先生との進路相談、どうだった？そっか。やっぱり先生は大学への進学を勧めるよね。私は、そのまま就職でも、専門学校でもいいとは思うよ。でも、兄さんが進みたい方向がまだ定まってないなら、大学への進学もいいんじゃないのかな。兄さんは将来どんな道に進みたいの？まだ決まってないんだ。じゃあ、先生の言う通り、大学の方が無難でいいかもね。私もまだ全然決まってなくて、真っ白なんだけど。大学で進みたい道を探すのもいいんじゃない？私はいつも応援してるよ。頑張れ、兄さん。もうすぐご飯の時間だね。今から夕食の準備はさすがにきつい。ねえ、今日は外食でもよくない？だよね、いつものレストランに行こうよ。いらっしゃいませ。2名様でご来店でよろしいですか？はい。禁煙席でよろしいでしょうか？はい、できれば奥の方でお願いします。かしこまりました。それではお席にご案内いたしますので、こちらへどうぞ。奥の席はね、みんなで来る時の指定席なんだよ。今日はなんか空いてるから、二人でも座れるみたい。はい、これメニュー。兄さんは今日は何食べたい？悩むよね。何がいいかな。私は兄さんとお揃いがいいな。あ、カルボナーラにするのね。じゃあ、このサラダとスープがついてるビーセットを頼まない？あと、ドリンクバーをつければ結構長くいられるよ。そうだね。後でデザートも頼めるかも。お待たせしました。ご注文をお伺いいたします。二人ともカルボナーラで、それぞれビーセットとドリンクバーをお願いします。かしこまりました。スープはトマトスープと日替わりスープがございますが。日替わりって今日のスープは何ですか？パンプキンスープでございます。兄さん、どっちにする？トマト？じゃあ私もそれで。トマトスープでよろしいですね。それではご注文を確認させていただきます。カルボナーラの B セットが2点とドリンクバーが2点、セットのスープはトマトスープでよろしいでしょうか？かしこまりました。ドリンクバーはセルフサービスとなっておりますので、あちらのサーバーをご利用ください。それではしばらくお待ちくださいませ。失礼いたします。兄さんはトマトスープの方が好きなの？ああ、なるほど。カルボナーラもパンプキンスープもクリーミーだから、トマトスープの方がさっぱりしてメリハリが効くのね。バランス的にいいよね。いや、私は単純にかぼちゃが苦手というか、好き嫌い多くてごめんなさい。あ、ほら、ドリンク取ってくるよ。飲み物は何がいい？爽やかレモン？わかった。ちょっと待っててね。お待たせしました。はい、ドリンク。私はね、コーヒー。コーヒー飲むと落ち着くんだ。お兄ちゃんはコーヒー苦手なんだよね。え？だって私大人になりたいから、こういう大人の味が好きなんだもん。あ、お待たせしました。カルボナーラとサラダとトマトスープのセットです。ごゆっくりどうぞ。クリームがトロンとしてていい香りがする。それじゃあ兄さん食べよっか。いただきます。おいしいね。特にこのベーコンがクリームにすごくマッチしてる。兄さん、顔がトロンとしてて幸せそうだよ。そういえばさ、兄さんに聞きたいことがあって。私ね、
知っての通り高校入ってから友達がたくさんできて、特に仲のいい友達が4人いるんだ。みんなそれぞれ個性的で、一緒にいるとすごく楽しい。それでね、秋頃に1年の思い出にみんなで地方に遊びに行くことにしたの。だけど候補地がまだ決まってなくて、5人で行くとしたらどこがいいのかな。兄さんは何かおすすめのスポットってある？え？修学旅行は冬にスキーがあるけど、友達だけで行きたいんだよね。シルバーウィークあたりが狙い目かな。ん？あー、軽井沢か。素晴らしいんだけど、多分高そうだな。できれば私たちのバイト代でなんとかなるところがいいな。西だと長野、京都、あと大阪とかいろいろあって、京都にはいとこが住んでるし、大阪にも別のいとこが住んでるから。え？知らないの？あっちゃんたち今大阪に住んでるんだよ。 SNS 見なってば。悩むな。どっちも行きたいな。というか西に行くなら会いに行かないと失礼だよね。京都と大阪ってどのぐらい遠いんだっけ？え？電車で1本で行けるんだ。そっか。じゃあ特に問題ないんじゃないかな。京都と大阪両方行く方向でみんなと相談してみよう。あと、いとこたちの家に泊めさせてもらう方向でちょっと相談してみるよ。うん。話は変わるけど、この前リクと話してたんだ。今度発売する雑誌があって、その雑誌にね、リクのお姉さんが載るんだって。リクのお姉さんってモデルしてるから、たまにファッション系雑誌に出てくるんだよ。あまり有名じゃないけど、国内のブランド服のファッションショー出てるんだって。憧れちゃうよね。兄さんも私にそのぐらい綺麗になってほしいでしょ。正直でよろしい。私も美容は全力で頑張るよ。だから兄さん、応援してね。はぁ、今日はいっぱい話したね。すっごく楽しかったよ。やっぱり夜遅くだとバスがなくて大変だよね。夜中の2時か。さすがに遅いよね。改めてまた明日休日を楽しもう。お風呂は兄さんが先に入って、私は後で入るから。おやすみなさい。兄さん、兄さん、もう朝だよ。早く起きて。もう、兄さんってば、朝が本当に弱いんだから。朝ごはんは、兄さんの大好きなサンマの塩焼きだよ。もう、大好物作ってあげたのに。起きてくれたら、耳かきしてあげてもいいんだけどな。耳かきが大好きな兄さんが、この誘惑に耐えられるはずがないんだけどな。もう、兄さんったらいちいち可愛いな。約束だから耳かきしてあげるけど、まず先にご飯食べよ。その後少しだけ時間があると思うから、その時してあげるね。朝ごはんどうだった？美味しかった？ありがとう。兄さんのために心を込めて作ったんだよ。さてと、それじゃあ約束通り耳かき始めようかな。こっちのリビングにおいで。座布団敷いて、よいしょっと。兄さん、私の膝の上にゴロンってしていいよ。ん？大丈夫？そうそう。まずは右の耳からお掃除していくから、右耳が上になるようにして。はい、ちょっと耳の中見るね。あらら、
なんかいっぱい汚れが溜まってる。私が全部取っちゃうね。それじゃあ始めるよ。耳かき棒を兄さんの耳の中に入れるよ。動かないでね。どうかな、感触は。そうなんだ。それはよかった。このまま続けてもいいよね。兄さんの耳の中、だんだん綺麗になっていくよ。見て見て、耳垢がいっぱい取れた。この可愛いお耳は、まだまだ耳かきをお求めのようですよ。私の息って大丈夫？朝ごはんの匂いとかしない？ちょっと失礼。キシリトールガム噛むね。多分、ミントの香りがすると思うよ。それじゃあ続けるね。
兄ちゃんも欲しいの？でもガム噛んでたら耳かきちゃんとできないじゃん。後でお口のケア用のガムあげるからね。兄さんはミント以外のガムだと何味のガムが好きなのかな？グレープ？私はね、レモンが好きかな。口の中消毒してくれる感じが好き。さてと、これで大体終わったかな。最後に耳元に軽く息を吹きかけてあげるからね。どうしたの？そんなによがっちゃって。ちょっと耳元をティッシュで拭くね。さてと、右耳終わったことだし、今度は左耳に移りましょう。こっちの耳の中はどんな感じかな？おお、あらあら。右以上に汚れが溜まってるかも。残さず掃除しようね。
ちはどうかな。気持ちよくなってるといいんだけど。そう？嬉しいな。ガム噛んでたらお口の中がふっくりしてきた。味もなくなってきたし、これでいいかな。それじゃ、耳かきもいよいよラストスパートだね。そんなに気持ちいいなら毎日でもやってあげてもいいんだけど、さすがにそこまでやると耳が痛んじゃうじゃない。気持ちいいのもほどほどに。耳垢溜まったら私が取ってあげるからね。Thank you.
できた。これで両耳の耳掃除が終わるよ。それじゃあ最後の仕上げに。兄さんリアクション見るの本当面白いな。これからも定期的に耳掃除しようね。兄さん、早く早くこっち来てよ。ここでしばらく休まない？今日は兄さんと一緒に公園に来れて本当によかった。多分期末試験の前に来れたことでいい気分転換になる。誘ってくれてありがとね。お礼に何かご褒美をあげようかな。目をカチクリさせてどうしたの？そんな大したことじゃないよ。耳かきをしてあげようかなと思って。川の流れが辺りを潤すこの場所で涼しい風に吹かれながら心地よい時間を私と共に過ごす。最高でしょ？え？ポイミーだって？私だって詩人になりたい時があるんだよ。兄さんは緑の景色に包まれてこの公園で私と二人っきり。兄弟の大切な時間は誰にも邪魔できないんだよ。ではでは早速始めようね。さあ兄さん、耳かきを始めるよ。私はこの家に座っているから私の膝の上に寝転がっていいの？うん。兄さんの顔が膝にずっしりくる感じ、とても落ち着くな。右耳から始めるからそっちを上に向けてね。兄さん、ほら見て、今日の耳かきはね、メンバーで行うよ。これでたくさん耳垢取ってあげるね。この綿棒はスパイラル構造になっているから、きっと耳垢も取りやすいよ。それでは、綿棒耳かきの始まり始まり。私の唯一の兄弟だから、かけがえのない存在だよ。兄さんのお世話するのも妹の務めだって言うし、だからもっと甘えてみたら。期待に応えられるように頑張るね。さあ続きをしよう。集中しすぎて喉が渇いてきた。
今持ち物にドリンクがないから、後で買うにしても喜ばないとね。え、何これ、飴玉？なるほど、確かにちょっとは喉の渇きが増やされるかもしれない。サンキュー、フィーさん。おいしいね、この飴。じゃあ引き続き耳かきをするね。いいんだよ、寝ても。自然の中で眠れる、それは生き物の本能なの。なんつって、右側はこれでどうかな。十分だよね。仕上げにふんふんしちゃおう。兄さん、なんで笑ってるの？ニヤニヤしてて、なんか変だよ。さて、次は左側だね。反対を向いてくれる？兄さんの顔がお腹に当たるな。ちょっとくすぐったいの。どれどれ、左耳もいっぱい入ってるの。あー、入ってるね。綿棒でいっぱい取ってしまおう。出ちゃった。でも美味しかったよ、この飴。ありがとうね、兄さん。さて、残るところあともう少しだから頑張ってね。
れじゃラストスパートだね。これで両耳とも耳掃除完了したよ。お疲れ様でした。最後に耳に息を吹きかけてあげる。そんな恥ずかしがらなくていいのに。こんなのでよければ何度でも何回でもやってあげるよ。さて残りの時間どうしようかな。兄さん、デートでもしようか。